노모션우 골대망 럭키디스톤 다이 온다. 도다 기타. 야, 始まりました。第4弾。おかげさまでもう第5回でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ノーモーションでございます。はい、もうね、はい、皆さんがいろいろ見てくれるから、はい、続けられておりますのでね。いやありがとうございますですね。前回の第3回からですね、はい、ニコニコ動画の方にも進出させていただきましたのでね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しんでいただけていれば幸いでございます。はいはいはい。ねえ、どうですか。本当、たまたま出たね、ニコニコ動画で。生放送のね、エリックさんですが、本当ありがとうございました。まあ、今日は何をしましょう。今回はですね、うん、毎回いろいろバラエティーでやってくれたんですけども、はい、じゃあ何しようかなと思った時にですね、こういう真似はするけど、それを歌わないってなかなかできないなと。あ、確かに披露する場所はあんまない。ライブではね、ちょっと音使えないから、カラオケできないじゃないですか。こちらが悪ふざけのカラオケ遊び行ったらやります。やりますけどね。まあ今日はだから歌真似の方をこういう映像配信媒体になって、お、なるほど、で歌真似できちゃった。あ、気づいちゃった。なるほどね、はい、いいじゃない。ドーンと今回歌真似通してやろうか。あ、いいね。俺新ネタできちゃったんです。え、新ネタもう早速。あ、そう、秋葉系の方々喜ぶんじゃないかって新ネタができました。なんですか。はい、喜ぶでしょ。なんと、うん、初音ミクです。え、機械音初音ミクです。電子音の、まだ多分世界で俺しかやってません。まあ、確かに聞いたことないからね。任せてくださいよ。え、できるんですか。できますよ。あ、そう、はい、ちょっと見てる皆さんにお会いしてください。は、早速やらさせていただきます。はい、持ってた。用意します。はいはい、うん、じゃあそれ何歌うんですか。初音ミクが歌うドラえもんのテーマ。あ、なるほどね。あんなこといいなりきたらいいな、あんな夢こんなようにいっぱいあるけど、ぽいぽい、そういう感じだよね。ててててー、何市役所、何出してんの。いや、便利だけど出たら素晴らしいでしょ。いやいや、最後のおかしい。いや、でもいいよ、何でもできるよ。あ、そのトークも何でも多分振られてもできますよ。じゃあ、もののけ姫とも、もうできます。はい、針積みの海よ、あんま変わんねえじゃねえか。ミクじゃねえ、メラと変わんねえじゃねえ。お前が高いこと言するから。あ、俺があるから。でも何でも大丈夫ですからね。あ、なるほどね。こういった感じでですね、うん、今回はね、我々の歌前の方で楽しんでいただきたいなと思ってます。なんで最後投げやりになったの。なんなんですか。せっかくですから、タイトルコール最後頼みますよ。あ、わかりました。わかりました。バシッと言ってますよ。肉っちゃったからさ。あ、そう、何もしてない。してないな。バシッと。わかりました。今腹立つな。じゃあ行くから、タイトルコールいます。ちょっと待って、何をしてんだよってやらせろ。それではですね、ノーモーションの今夜もロケですとは、ノーモーションの歌まで蔵出しスペシャルだー。何もあるよー、ミクかぶってる。さあ、それではバックスタッフナンバーで旅見せよ。ガンガンガン、本当に足を締めろ、お前を傷つけたか。やるせない夜は何をしも、あてらにしてあの人にありも、 SOS でも打ちまくれ、計算できない悲しみのリレーション、強い助け今たち向かってゆく、遥か彼方を目指し再び行くよ、いつか再び君に出会うまで、どうもありがとう。遥か遠くを目指し他の子たち、みんなありがとう。それでは聴いていただきましょう。浜田翔吾でマネー。この街のメイクイーンは数百の塔、さらなる影がどんなガラスコールを、ハイスクールでてやつらは不良さんバッグを付け替えてて言うか、マネーマネーでスープレヒー、マネーチップくれマジで、やらしいな、マネー金くれマジで、金
言うな、そういつかお前たちの足元を見込まれ叩き続けてやらねえ。やらねえのかい。さあ次の人は松山チャンネル長い夜。松山さん、あ、さっきのバックスランプと衣装全く一緒じゃないですか。ドーン。はい。さあ、それでは聞いてもらいましょう。ヒゲモレボリューションでホワイトプレス。どこへそら自然上に君は愛を出そう。トイレットペーパーか。それでは井上陽水で夢の中へ。探し物は何でした。見つけにくいものでした。カバンの中も机の中も。あの音と合ってませんよ。え、いや音と合ってないんで。曲が早すぎるんですよ。あんたが遅すぎんだよ。オレンジでした。なんだそれ。夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか。喋りかけんじゃねえ。皆さんこんばんは、井上陽水です。知ってるよ。今日はわざわざロボソさんのためにここ厚生年金会館にやってきました。場所が違うよ。そうなんですか。そうです。そうですか。まあ私が九州の営業終わった時に今年くんから電話をいただきまして。名前出すんじゃねえ。あ、陽水さん、あの曲終わって帰れ。さあ、皆さん同様コーナー、アイアイ歌ってくれるのは今日はこの人。おい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 、安っぽり気がたい。お茶ポンいきやな。ポンポンこんがり開けちゃビンドンだろうなおい。おい兄ちゃん、おい兄ちゃん、おい持ちきってきたのに。おいおい、あ、あいあい、今夜は帰るで。俺らが分けてやろう。朝まで飲んでんだから。死ぬまで。さあ、それでは演歌界のプリンス氷川きよしの登場になります。歌ってもらうのはデビュー曲箱根八里の半次郎。皆さん、大きなきよしコールよろしくお願いします。回しがたを三年ならず一の島なめでもほつぐれがち。
曲がりくねた道